どうも、ピアスチャンネルです。アルコール会ですね。ウイスキーですね、今日も。大好評大好評。第何回か、第4回、5回、4回ぐらいで。はい。ジャケ買いシリーズです。で、もう早速出していきます。はい。今回は、ちょっといつものテイスト会で、はい、かっこいいやつにしました。あ、かわいいやつじゃなくてね。かわいいやつじゃなくて、かっこいいやつ。これです。ドン！アイラーストーム、って読むのかな？はい。これはあれだね。はい。なかなか見ないやつだね。どうぞ。そうなんです。だから、なんでこう、いつものリカーショップさんの、まあ、端っこに売ってあったんですよ。パッケージ的にはかっこいいけど、そんな高くなくて、3300円ぐらいで買えたんですよ。こういうタイプの瓶ですね。おぉ、かっこいいな。で、ジャケ買いシリーズということはもちろん。なんも知らない。まあ、そうなりますよね。なんも知らない。はい、でもこのパッケージすごいインパクト強くね、アイラの嵐だぜ。そうだね。うん、ってことはすざまじい、まあ、アイラって言ったら僕ピートだと思うんですよ。なるほどね。ピートが、うん、だからきっとピートが爆発すると思う。じゃあさ、ダメさ、はい、いつも通り、よし、調べてよ。オッケー、じゃあ調べるぜ。はい、スピン。オッケー、出ました。はい、アイラストームの概要をちょっとお話しさせていただきます、はい、アイラストームっていうのは、はい、おアイラストームの製造場所は、はい、アイラ島さんってことだけ分かってるんだけども、はいはい、この作ってる蒸留所に関しては、はい、一切公表されてねえんだみたいな。じゃあアイラだけど、うん、それは怪しいみたいな。そう、アイラ島のどこの蒸留所が作ってるか分からねえっていう感じだと思う、はい、ただアイラ島自体はほらそんなに大きい島じゃないから、うん、どこどこの蒸留所って数えていけば大体特定はできるんじゃねえのっていうふうに、あ、その記事ではね、うん、言われてるらしいです。でね、はい、まあ何だかんだ詳しいことは全部ネットで調べろっていう感じなんだけども、はいはい、とにかく味わい香り、はい、余韻とかちょっとお話しさせていただきます。はい、大事です。大事です。やっぱりこうアイラーモルト特有のこのスモークとか溶土臭、はい、でなんかよくわかんない海辺の、まあ、潮風みたいな匂いとか、あとバニラエッセンスとか、はい、モルトの甘みが感じるんだって、香りが。ほんでね、味は、まあ、ずっしりとしたこうバーベキューのようなピートスモーキーっていうか、まあ、バーベキュー多分炭臭いって感じなのかなスモーキーな、スモーキーって感じなのかな、スモーキーでピートが効いてると、効いてるんじゃないので、バニラエッセンス、少しだけ木作のようなはい、酸っぱい感じっていうかな、はい、でビスコッティってよくわからんで入ってた、ビスコッティだって。で後半はスパイシーさが要因として続くと。なるほど、はい、でこれはシングルモルトですよね、多分シングルモルトですね。本当に、うん、ちょっと自信ないんですけどシングルモルトです。書いてあります、はい、シングルモルトですね。モルトスコッチ、はい、アルコール度数40度。はい、シングルモルトで40度、内容量は 700ml。それは大体企画一緒かな。3300円です、税込み。で、蒸留所はどこかを当てながら飲むのが楽しいと。そうですね、だから、僕はちょっとアイラとかって言ったら、もう、はい、よく分かんない、ラガーウーリンとかしか分かんないんですけど、はいはい、もしかしたらもっとお分かりだと思うんで、じゃあ、中さん的にはもう、一択、ラガーブーリンではない。しか知らねえから、一択になっちゃうんで。一応さ、この記事の人は、はい、とブログ書いてる人だとは、カリラとか、ラガルーリンとか、はいはい、なるほどね、うんうんうん、でも、乗った感じでは、特定はできない、うん、そうですね、なんで、ぶっちゃけもう、僕、ジャケが一番楽しみなんで、じゃあ、マックさん、開けてください、ね、ありがとうございます、ちょっとこう、どんな味、匂いするのか、マックさんの買ってくるのってね、うん、俺もそんな飲んだことないやつ買ってくるから、新鮮では、うん、ただこうやって、情報聞いてるだけ、うんうん、楽でしょ。おー、さてと、ね、ちゃんとしてますね、コルクですね、いきます。はい、しっかりしてるね、うん、しっかり厚みがあって、厚みがあってね、いいですね。じゃあ、注いでいきたいと思います。シングルで、はい、シングルでぐらいです。ダブル、いや、シングルで、ね、薄めの色ですね。そうですね、色自体はそんなに濃くはないですね。こんな感じの色です。おい、じゃあそれでは早速香りからテイスティングしていきましょう。アイラストームでございます。テイスティング、ああ、ピートだね。もう単刀直入に言うよ、うん、だってビッグピートじゃねえか。確かにね、似てる、うん、色も似てるね、うん、とにかく匂いがもうピート、ヨード、
そこまでスモーキーさもないね、言うほどね。ないっすね。確かにちょっとアルコールのツンとした感じあるけども、匂い的にはアルコールはかなり抑えられてると思う。40% だしね。うん。じゃあ、味わいの方。そう。おじゃあ、楽しみです。あ、面白いね。うん。好きだわ。うん、でしょ。あの、抑えめの甘いラフロイグ。ああ、確かにラフロイグに似てるね、若干ね。うんうん、で、あの、炭、もうバーベキューの炭焼きの炭の匂いしますね。なんか、これがスモーキーか、うん。そうだね。だから、嗅いだ感じだと全然感じなかったけど、飲んだらスモーキーするね、うん。だから、イメージは、飲む前がピート。はい。で、飲んだ瞬間は甘くなって、はい。で、香ばしさが来る。うん。で、スモーキーさが来る。来ます。先に甘さが来るよ。先に来るんですよ。ちょっと甘くて。で、あの皮膚余韻って言えばいいのかな、皮膚方にこうスモーキーさがインパクトがドーンってくるんで、これ美味しいね。美味しい。これめちゃくちゃ美味しいよ。これ絶対ピートラフロイグ好きな人は絶対好き。ラフロイグをちょっと甘くした感じだね。うん、口当たりが結構いいと思います。でアルコールがもう立ってないから飲みやすいし、うん、木作って僕はあの結構あの使ってあったんですよ、あの学校にいるときに学生時代に。学生時代使いますか、そんな人。木柵でなんかこう消毒したりとかいろいろあるんですよ。苔落としとかカビ殺したりとか。それは何、薬剤？薬剤みたいなやつ。美味しい。これはね美味しいよ。なんかすごい本当アイラのウイスキー飲んでる感じですよね。あー、ノミさん、はい、ラガブリン感、ラガブリンの感じって感じます、これから。ラガブリンはもうちょっと甘いかな。でも確かにラガブーリンも似てなくもないよ。なるほどね。でもなんだろうね、すごいいいバランスだよこれでも、これね3000円だっけ、3300円だったらすごいよこれ。これすうまいです、うまいです。僕あの苦手ですよ、ね、あの、ヨード酒とか。でもこれは結構こう本当に綺麗にまとまってて甘いし、匂いもしっかりしてるし、スモーキーっていうか香ばしさもあるんで、イスイスってえ、この甘さはさ、そのシェリーとかの甘さじゃないよね。多分そのし、ど、うん、多分バーボンしっかり熟成、ちょっとね、なんかもうちょっとフローラルな甘さだよね、うん、軽い甘さだね、うん、軽いんですよ。軽い甘さだから、なんかどっちかというと本当に甘いって感じ。うん、あの、キレのいい甘さっていうんですか、あの、蜂蜜みたいにねっとりはしてない。すっきりすっきりしてる、うん、ちょっと特殊だね、これは。うん、こんなに甘さが先に来るウイスキーも珍しいかもしれない。で、後からでしょ、甘さが。これ面白いね。なんか非常に飲み口が軽いから、うん、なんかスルスルいけちゃうから。危ない危ない、危ない。スモーキーなピートウイスキーみたいな。これ皆さん気づいてます、ペラ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 喋ってますからね今日相当気に入ったんで前回のジャケ買いは最悪でしたからね、はい、いやでも本当にラフロイグとか、うん、ああいうの好きなドミさんにちょっと気に入ってもらわれて、これはね、まあ、確かにちょっと軽いんだよ、うん、やっぱ口当たりは、はい、だけど最後に残る感じがしっかりしてるんで、うん、あ、もちろんラフロイグとかと比べるとですけど、うん、3500円とか300円だって言ったら、はい、全然いいですよね。おお、いやいやいや、いいね。はい、ちょっとなんか氷入れるのもなんかもったいない感じもするぐらいまとまってるんで、うん、いらないかな多分こういうやつで氷入れると、うん、あんまりよろしい方向にいかないような気がする。あー、バーですってこれ出されたら飲み切る。だってもうないよ入れます。ちょっとだけ言ってみるか、あんまり深く語らないで、うん、じゃあちょっと一瞬だけ入れましょう、うん、氷入れてみました。どのくらい味が変わるか、はい、おー、うん、ダムさん、うん、入れた方がいいかもね、うんこれ入れ正解だった。さっきまでどっしりした感じだったんだけども、氷入れたらなんていうんだろう、こう軽くなるっていう言葉がちょっと合ってるのかわかんないですけど、そんなに甘くなくなったっていう感じ。そう、俺の意見としては、うん、その最初すごい軽い甘さから、うん、最後フィニッシュだと重い感じのなんかちょっとふんわりした、これ入れたことによって最初の甘みがちょっと重くなったの、少しどっしりして抜けが軽くなったっていうか、だから少し平均的になったと思う。なるほどな。だから少し俺の中ではしっかりしたウイスキーっぽくなった。
ああ、まとまったっていうこと、うん、まとまった尖りが減って少しまとまった感じ。あ、これ難しいね。うん、感じ方違うね。あ、全然変わった。多分僕のベロとドビさんのベロも違うんで、僕これはこれ入れたら甘さが控えめで用土塩とかがなくなって、なんかこうなんか抑えたって感じなの。甘さの控えめっていう言い方も、なんか最初の時ちょっと特殊な甘さだったじゃん、うんうん、だけどなんか結構一般的な甘さだったんですか。そうそうそう、はい、辛いとかではないです、普通に甘いですよ、うん、ただちょっと物足りなさが感じるから。それすげえわかるっす。それだから氷入れの物足りない感はある。ちょっと物足りないウイスキーになっても俺はストレートで飲むのがやっぱいいかな。そうすね、やっぱりなんかアイラのウイスキーですって言われたら、あ、あれだろっていう人は氷入れたら、ちょっとこれ本当にアイラですかっていう。でも最初の説明であった通り、うん、このウイスキー飲んでどこの蒸留所なんだろうって語るのが楽しいっていうのは、はい、結構なんか分かるというか、うんうん、ああちょっとぽいねってのがすごくあったから、ちょっと面白かったね。面白いですね、うん、どこの蒸留所だと思いますか。これ難しいよね。でも今出てた、うん、カリラとラガムーニンと、アードヘッグとかボーモアとか、うん、ラフルフィグが、うん、ラガブーリンに対抗して作ったウイスキーなんじゃねえかみたいな、うん、ラフロイグベースでちょっとラガブーリンに寄せたらこんな味なんじゃないのかな。なるほどっすね、うん、なような気がします。あ、だから確かにラフロイグとラガブーリン全然違いますもんね、うん、暗い方っていうね。そうです。なんでまあそこでバチバチやってたっていうのですね、うん、相手のウイスキー潰すために見せたウイスキー作ったみたいな、そういう話も聞いたことあるから。なるほど、面白い。まあそういうのだったら面白いなっていうところですね。そうですね。いやー、でもこのアイラストーム、どこで作ってるかわからないんだけども、はい、皆さんちょっとこう味わってですね、ああだこうだ語りながら飲んでいただければなと。そうですね、今回のジャケ買いシリーズは成功ということで。成功で当たりな。当たりな。よし。いやー、ということで、今日のアイラストーム本当に美味しかったです、はい、ピートがしっかり効いててスモーキーで、はい、はい、最後までご視聴いただきました、視聴者の皆さん、はい、ぜひグッドボタンと、チャンネル登録、はい、よろしくお願いいたします。